今回は日本三大稲荷の一つである笠間稲荷神社にお出かけ、笠間の歴史を感じてきました。ワンズは猫ちゃんと遭遇、ご挨拶してきました。茨城県笠間市に来たらぜひ行っておきたい観光スポットといえば、商売繁盛で有名な日本三大稲荷の一つ笠間稲荷神社。1360年ほどの歴史を有する由緒ある神社で、祭神は宇賀の御霊の神で、正一位という最高の位を持つ神様です。暑くなる前にと早朝に駐車場に到着。エアバギーで暑さ対策をして早速お参りすることにしました。街並みがいいですね。笠間の街並み、やっぱ観光地ってね、こういう風なね街並みですよね。団子があったりいろいろね、はいはい、笠間稲荷の鳥居が見えてきました。わー、立派ですね。狐さんがいっぱいいますね。狐がたくさんいます。可愛らしいですね、はい、まだね朝早いのでね、観光客の方あんまりいないんですが、お面が売ってますね。笠間稲荷のお面、すごい、こんなお面です。よくなんか見かけたことありますよね。なんかドラマとかで出てきますね。これちっちゃいミニミニミニお面かわいい。ワンズと一緒に長寿社に到着。ここで神社にいる猫ちゃんと遭遇、ご挨拶しました。お、猫ちゃんが来ました。はい、神社に住んでる猫ちゃんですかね。猫ちゃんもう慣れてんだね。カノンが一番猫ちゃんと会話していました。参拝する前に手を清めました。ここでは感染対策で柄杓がなく、お水が竹から出ていました。もう夏って感じですね。うわ、黄金ですね。はい、こんな感じです。でワンコをちょっと日陰の方に移動してちょっと待っててもらって、ここだね。はい、ここちょっと日陰になってるのね。ここでちょっとワンコ待機中で、バンズと一緒なので交代でお参りしました。本堂の右手にね、藤棚がありました。これな、これ藤が咲いたらすごく綺麗ですよね。はい、まあ、そこがちょうど日陰のポイントになってるんですけども、いや、ここ藤があるとすごく綺麗ですね。まあ、その下で休憩中です。ちょっと境内の中を見学してみることにしました。拝殿の右手に聖徳殿があって、聖徳太子がお祭りされています。また大黒殿が藍殿にて祀られていました。大黒殿は財福、五穀豊穣、出世開運、縁結びなどのご利益がある神様です。さらに拝殿の奥を抜けると、国の重要文化財の御本殿がありました。はい、日本遺産笠間稲荷神社本殿ということで来てみました。やっぱりね、古くからあるものはね、見てるだけでもね、本当に落ち着きますよね。歴史も感じますし、
はい、脈々と引き継がれてきた、はい、はい、御朱印受付所ですね。僕と受付見学を終え、御朱印をいただきに受付へ。はい、ということで御朱印帳に御朱印をいただきに行きます。神社の御朱印をゲットしました。御朱印をいただいてきました。はい、これが、はい、あ、シール入ってるね。あ、こんな感じですね。はい、もう一つが大黒天ですね。はい、ここはね、大黒天が祀られているので大黒天になります。開運とかね、絵馬とかたくさんありますね。仕事運向上、就職運向上ですね。一つ買ってみたいと思います、ね、これでね、少しでもね、YouTube の視聴が上がるといいですね。笠間稲荷神社の、行事が、写真がね、ここに並んでますね。初詣とか、はい、八重の富士、はい、血の輪くぐり。おー、すごいですね。ハーレーがくぐってます。すごい。これはすごいですね。はい、8月はね、はい、この剣刀祭りというんですね、剣刀祭、はい、やってるそうですね、はい、おー、いいですね。9月も小笠原流休暇術、はい、あー、これすごいですね。やぶさめ、こんなのもね、やってるみたい。菊祭り、はい、年間通してね、いろんな行事やってるみたいなんでね、ぜひね、見てみてください。あ、かわいい、おみくじがかわいいですね。はい、ワンズタイムのおみくじを買ってみます。はい、おみくじです。はい、300円です。はい、はい、で選んでみてください。どれがかわいいかな、はい、どの子が読めるかな、紐を引くとおみくじが出るそうです。はい、どうぞ。お、出てきましたね。何事も末の見込みがある。お、大吉です。これはいい、引けましたね。すごいです。改め変えて良い運です。意志強く、おごり高ぶることなく、心身すれば初の輝くも受けて、天に昇るように出世します。辛抱が大事です。そうですね、今辛抱の時期です。はい、はい、まさしく当たってますね。はい、大吉です。やった、大吉、大吉、はい、大吉って何って感じ。多分大吉で大吉、なかなかこれ大吉聞いたことないよ。いつも末吉とかなの。はい、今神社出てきたところなんですが、水戸といえばね、梅ですもんね。なんか梅ジュースがあるみたいな。はい、ちょっとね、水分補給したいと思います。水戸市の明治酒類さんの日本一に輝いた百年梅酒の味に極限まで近づけたノンアルコール梅ジュース。梅ジュースです。美味しい。美味しい。うん。あ、ここですね。芋好き、
大学芋とかね。はい、芋好き、芋好きによる芋好きのためのお店。家族全員芋好きなので、早速店内に入ってみました。はい。あ、それも、じゃあそれと美味しいの買ってく？うん。あら、じゃあ。はい。ここでは、干し芋と芋けんぴ、甘納豆をお土産に購入しました。外は暑いので、車に戻ってからバンズに干し芋をあげました。茨城県のソウルフードということで、美味しそうです。はい。じゃあ食べてみましょう。はい。おお、すごいね。あーちゃんからね。はい。あーちゃんからね。はい。アルトから。アルトから。欲しいもん。三番とも芋好きなので大喜び。いかがでしたでしょうか。笠間稲荷神社のお出かけ。神社の周辺は古い町並みが残っていて、散歩して楽しいところでした。今後もわんこと行けるお寺や神社、グルメなどもたくさん紹介したいと思います。励みになりますので、チャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。